ボルクホルツハウゼン内市街、ボルクホルツハウゼンは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区のギュータースロー郡に属す市である。ボルクホルツハウゼンは、ベストファーレン盆地北端のトイトブルクの森を通る、峠道沿いに位置している。市の中心部は、ヨハニスエッゲーの東約1キロメートルに位置している。トイトブルクの森の山並みは地域を地形が異なる。 部分に分割している。ボルクホルツハウゼンの北部宿は、ラーベンソベルク丘陵、南部は、オストミュンスターラントの定地に位置する。最高地点は、海抜306メートルのハンケニュルで、隣接するリッセンアムトイトブルガーバルトとのし境、すなわち、ニーダーザク選州との宗教がこの山を通っている。ここには、ベーザー・エームス分水海の北西端にあたる、ホランツコップフもある。 最低地点は高度80メートルである。ボルクホルツハウゼンの地熱分布図とイトブルクの森の中心を根の延長線からやや南西に位置するボルクホルツハウゼンの地域はミュンスターラント盆地の北東端にあたる。ここでは強度に近い地層が急勾配に立ち上がっている。この地層は粘土質の泥灰岩、石灰質の泥灰岩、石灰岩、泥灰岩からなっており、 中世代の砂岩や砂岩室の泥灰岩も含まれている。これらの岩は古世代の集局した層の上に乗っている。尾根の北東側の地域はラーベンソベルク丘陵にあたり、主に中世代の粘土室の泥灰岩、石灰岩、砂岩からなる。厚さ1トルから2トルに及ぶ堆積岩は長い時間をかけて流起し、作り山活動により暗部、盆地、 地類、地高が形成された。この地界山地は、かつては分断されない連続した岩層であったが、現在では拡乱され、一部では反転した地層も見られる。深層部は、古生代の岩石で構成されている。ボルクホルツハウゼンの地域は、地熱ゾンデによる地熱源や、ヒートポンプによる地熱採取については、中程度から良好な状態にある。 ボルクホルツハウゼンの土地利用図。ピンクは市街図、緑が森林、白が農耕地、黄色が主要道路である。本市の面積は55.99平方キロメートルである。大部分を農業用地及び森林が占め、両者で市域の約84.2%を占める。南北の最大幅は11.8キロメートル、東西のそれは10.1キロメートルである。 ボルクホルツハウゼンは、東は、ベールター、南東は、ハレ、南西は、フェルスモルトと境を接する。これらはいずれも、ボルクホルツハウゼンと同じギュータースロー軍に属す。北は、メレノノイエンキルヒエンシク及び、ベリングホルツハウゼンシク、ディッセンアムトイトブルガーバルトと境を接する。両氏は、ニーダーザクセン州、オスナブリュク軍に属す。地域は、 12の地区で構成されている。これは1969年に合併するまでアムト・ボルクホルツハウゼンに属す独立した町村であった。以下の表の人口は2015年1月現在の数値である。トイトブルクの森を抜けるボルクホルツハウゼンの峠道は重要な山越えの街道として本市の成立に大きく寄与した。オルデンドルフ地区、カーズム地区、 ボルクホルツハウゼンの横谷にある青同期時代初期の納骨墓地は、紀元前1500年頃に定住がなされていたことを示している。1100年頃ボルクホルツハウゼンは裁判所所在地となった。1 9 9 6年にホルサス村が記録されているが、カルベラー・ギハクヘルマン2世が建設したラーベンソベルク城に近いことから、1317年以降、ボーグス村と呼ばれた。 同じ年に初めてアピダムという表記がなされている。1488年にベルター及びハレと共にビブルドあるいはビシュボールドとしてラーベンソベルク伯領となり、1609年に伯領と共にブランデンブルク選定講領に併合された。1669年ボルクホルツハウゼンに来年列権が設けられた。これは、 国住みのリンネル織製品展示、検査施設である。ボルクホルツハウゼンは、1719年4月17日、フリードリヒビルヘルム一世によって、ラーベンスベルク地方の他の町と共に都市に昇格した。これは、都市行政の近代化と、様々な産業、思考業分野の定着をもたらした。リンネルの宝石、食婦産業は、17世紀から18世紀の重要な、 産業分野であった。18世紀末にはリンネル織りの交易も盛んになった。布地はエルバーフェルトを通ってラインラントに入り、オランダへ、あるいはブレーメンを通ってイングランドへ運ばれた。しかし、1820年以降イギリスの機械織りが競合品として登場すると、手工業はこれに補調を合わせることができなくなり、リンネルの防災企業や食府業は、 ボルクホルツハウゼンを含むラーベンスベルク地方全域で衰退した。1740年以降、冷蔵編作りが重要な産業となった。1873年から食肉加工業がこれに加わった。1880年、ボルクホルツハウゼンにベストファーレン地方発の蒸気機関による乳製品加工場が設けられた。17世紀に設けられた製塩場。 バルトハウゼンは1907年からゾルバート・バーベンスベルクとなり、長い間マリエンブルン電車によってミネラルウォーターが大量生産され販売されていた。その後この会社は倒産した。第二次世界大戦終結まで現在のボルクホルツハウゼンの市域内における経済発展はまず農業分野に限られていた。特に現在のボルクホルツハウゼン区にあたる地域で、 中小企業設立の兆しが現れたが、その企業で働く人たちも、企業からの収入だけでは生活ができなかったため、その傍ら旧ボルクホールツハウゼン市で工作や牧畜を行っていた。それ以外の宿にあたる地域でもおおむね農業が主要な産業分野であった。現在でも、なお農林業は本市における経済活動のかなりの部分を占めている。しかし、 1945年以降、工業は現在のボルクホルツハウゼン市にあたる地域の発展に大きく寄与した。発展はもともと旧市街地域に存在していた産業、工業分野だけではなく、特にボルクホルツハウゼン地区の南部で新たに設立された多くの工場によってもたらされた。1969年6月24日に、 ハレ軍の市町村新設に関する法律を含む、ノルトラインベストファー練習の地域再編により、いずれもアムトボルクハウゼンに属していたバルンハウゼン、ベルクハウゼン、ボルクホルツハウゼン、カーズム、クレーベ、ハムリングドルフ、ホルトフェルト、クレーカンプ、オルデンドルフ、オストバルトハウゼン、ベストバルトハウゼン、ビヒリングハウゼンの12市町村が1969年7月1日に、 合併し、新たなボルクホルツハウゼン氏が成立した。アムとボルクハウゼンは廃止され、ボルクホルツハウゼン氏がその権利継承者となった。1973年1月1日、ビーレフェルトポーの施行によって、ボルクホルツハウゼンでは小さな地域の変更がなされた。ハレ及びベールターに接する部分が失われ、反対に旧テンハウゼンの領域が編入された。 牛ータースロー群北部全域がそうであるように、ボルクホルツハウゼンの住民は主に福音主義ルター派を信仰している。福音主義協会は、ハレ協会クライスに属す。ボルクホルツハウゼンの人口推移。下の青線が各時点の地域における人口推移。上の黒線が現在の地域にあたる地域の人口推移である。右のグラフは各時点の地域における 人口推移と現在の地域にあたる地域の人口推移を示している。地域は周辺町村と合併した1969年7月1日に大きく変更され、1973年1月1日に小規模な変更がなされた。1970年までと1987年の数値は人口調査の結果であり、1975年、 以降の数値は、州のデータ管理、統計局の公式研究結果である。九百七十五年から九百八十五年までは、推定値。九百九十年以降は九百八十七年の、人口調査結果に基づく、推計値である。ボルク・ホルツハウゼンは、州議会議員選挙では、ギュータースローアイ、ビーレフェルト3選挙区に属す。連邦議会議員選挙では、 キュータースロー選挙区に属す。ボルクホルツハウゼン市長者ボルクホルツハウゼンの市議会は28議席で構成される。これに市長が投票権を持つ議長として加わる。本市の市長はリルク・シュッペックマンである。彼は2015年9月13日の選挙で75.89%の票を獲得して市長に選出された。ズンガラ、銀字に3本の赤い役部位置図形。 その上は画面いっぱいに4つの強壁を持つ赤い壁。この紋章は1970年1月14日に承認されたが、1939年3月17日に承認されてこの時まで使用されていたアムとボルクハウゼンの紋章と同一のものである。逆 V 字図形はかつてラーベンスベルク伯領に属していたことを示しており、強壁を持つ壁は、 市の公共体としての一体性を象徴している。ラーベンスベルク城の防衛塔。手前の建物は、エイリン所。キルヒ通り9番地の木組建築、ホルトフェルト城ミルヒピルツラーベンスベルク城。ラーベンスベルク城は1080年頃に、ヘルマン2世イフォン、カルベラーゲによって建設された城塞で、ラーベンスベルク博の主城であり、ラーベンスベルク地方の名前の由来でもある。現在は、 30枚の強壁を持つどっしりとしたベルクフリートと城壁の跡が残るだけである。1981年に登上部の石材が壊れた。このため、長部は鋼鉄製の留め金で補強されている。塔は2006年秋に大規模な修復が行われた。古い石材はモルタルで、メジが埋められ、丸天井は合成樹脂で湿気から保護された。 最近の発掘で城の歴史に関して発見があった。壁の遺構と古い建物の遺構が発見されたのである。2005年には入り口付近で、それまで全く知られていなかった第二の防衛塔の基礎壁が発見された。2002年に所有者であったノルトベストファーレン州はこの城の売却を計画した。市民と地元企業が主導して、ラーベンスベルク城財団が創設され、 2003年9月から、この上司の所有者となった。福音主義教区教会福音主義教会は、ラーベンスベルク博の私的な教会として建設された、ギュータースロー郡内で最も古い教会の一つである。この教会は、ボルクホルツハウゼン市の中心にあり、14世紀に建設されて、以後、1496年に大規模な改築と増築が行われた。特筆すべきは、 1501年に制作された、いわゆる石像の祭壇である。この教会の前には、1864年から1871年までの戦争による戦没者の記念碑が建てられている。2007年4月23日、支援協会が結成され、牧師のクリスティアン・エッカイが代表者に選出された。この教会は、古い教会の老朽化したファサードを改修するための、 寄付金を集めることを目的としている。ルイーゼの塔、ヨハニス・エッゲに1893年、ルイーゼ・フォンプロイセンを記念して、木製の展望塔が建設された。現在の4代目の塔は、1991年に完成した高さ21メートルの塔で、ここから市内全域が一望できる。天気が良ければ、北東のポルタ・ベスト・ファーリカや、 南西方面はミュンスターラントまで眺めることができる。ルイーゼの塔はヨハニス・エッケ・ショルンシュタイン自然保護区内にあり、ライネからリッピシュ・フェルマース島とまでを結ぶ全長1 5 6キロメートルの遊歩道ヘルマンベエクに直接面している。住居建築中心部には18世紀から19世紀に建てられた木組建築が数棟残されている。特に注目すべきは キルヒ通り9番地である。この建物は堂々とした1階を有する3階建ての建物で、その中核部分は16世紀に建造された。脇の増築部分は1695年の名を持つ。タムハナ通り5番地は2階建ての木組建築で、フェヒャーロゼッテで装飾された破風を持つ。この建物は1634年に建てられた。その他の建造物、 水木のブリンケ城は17世紀に建設された領主の館である。二重の水堀やネオロマネスク様式の礼拝堂を含む多くの付属建造物を持つ。この城館は個人の所有である。水木のホルトフェルト城は1350年に最初の記録が残されており、長らく弁と領主家の所有であった。この領主館には1602年から豪華な破フが取り付けられている。 この上官は個人の所有である。駅の近くにドイツとオーストリアで5軒しか残っていないミルヒピルゼンがある。この建物は1950年代に作られた。このキオスクは軽食を販売する屋台であり、極めて特徴的な外観を有している。存続は危機にさらされている。ボルクホールツハウゼン近郊のトイトブルクの森の最高地点に風力発電機がある。 塔の高さは85メートル、羽の長さは39メートルで、4人家族の家庭1600個分の発電能力を持つ。2007年から、ボルクホルツハウゼン市は、様々なテーマの都市ツアーを整備している。例えば、大王コーヒーとザウアークラウト、マイナス自給自足の時代ツアー、低地ドイツ語のツアー、ホラーツアーや塩の密売ルートツアーなどである。 ボルク・ホルツハウゼン市内には二つの公園がある。一つは、広さ約3.5ヘクタールのブリンケ城庭園。もう一つは、広さ約1.5ヘクタールのホルトフェルト城、庭園である。校舎は、一般の入場が禁じられている。地域は、かつては、トイトブルクの森北部イコールビーエン産地、自然公園と呼ばれていた、テッタ・ビータ自然公園の一部である。 ボルクホルツハウゼンの自然保護区。緑の船内が自然保護区である。ボルクホルツハウゼン市内には3つの自然保護区がある。一つは完全に市内に含まれているが、他の2つは隣接する市にもまたがっている。ボルクホルツハウゼン市の約6.2%が自然保護区に指定されている。トイトブルクの森の北斜面には、爬虫類や獅子動物の足跡や張った跡がある。 ここではベストファーレンディッペ警官協会による発掘作業が行われている。前年期の頃に市内で大型のアンモナイトが複数発掘された。これらのうちいくつかはボルクホルツハウゼン郷土館に展示されている。ボルクホルツハウゼン市内には2本の保護樹木がある。一つはイチョウ、もう一つは餅の木シナの木である。校舎は高さ13メートル。 ミキの周囲70から80センチメートルと異例の大きさである。ボルクホルツハウゼンには様々なスポーツクラブがある。最も有名なクラブとしては LC ゾルバートラーベンスベルクが挙げられる。このクラブはボルクホルツハウゼンの夜を組織運営している。トゥースボルクホルツハウゼンのハンドボールチームはかつて DHB 杯を獲得したことがある。2004年7月に ルイーゼの塔へ続く道で、インラインスケートイコールダウンヒル世界選手権が開催された。この道は急勾配で狭いカーブが数多くある。ボルクホルツハウゼンには2つの野外ステージがある。ボルクホルツハウゼン市内中心部から車で約15部のトイトブルクの森の中にある旧弁刊社、採石場の野外ステージは様々なグループが利用している。ここでは、 定期的に、定置ドイツ語による、農民劇、クリスマスの刺激、オープンイコールエアイコールコンサートなどが、開催されている。ラーベンスブルクにも、やはり野外ステージがあり、特に古典的な演劇作品の上演に、利用されている。ボルクホルツハウゼン文化、郷土博物館、ボルクホルツハウゼン文化、郷土博物館は、ボルクホルツハウゼン及びその周辺から出土した。 地質学資料を所蔵している。ここには特に大型アンモナイトの世界最大のコレクションが展示されている。この他にボルクホルツハウゼン出身芸術家の3点の作品がこの博物館の目玉となっている。郷土館の近くにノイアールスゼンガー記念碑が2005年に建立された。ボルクホルツハウゼン文化協会はボルクホルツハウゼン視聴者で 毎年数多くの文化展示会を行っている。この他に音楽イベントや演芸上演の企画調整を行っている。芸術家の講演会や展示物を一緒に見るツアーも行われる。イベントの大部分は郷土協会と文化協会が共同で運営する文化、郷土博物館で開催される。ボルクホルツハウゼンの音楽シーンは多彩であり、5つの音楽クラブがある。 この他に4つの合唱団がある。ボルクホルツハウゼンの夜は毎年夏に開催される一般参加のロードレースで世界中から参加者が集まる。従来は5マイルおよび10マイルのコースが用意されていたが2014年以降1 0トルのコースに統一されている。9月後半に行われるカルトフェルマルクとの期間中内市街には料理を楽しむための 世界最長のジャガイモの食卓が用意される。さらに歴史的な手工芸品、音楽、民族舞踊、子供たちの出し物がイベントに花を添えて盛り上げる。毎年第2アドベントに開催されるボルクホルツハウゼンのクリスマスマーケットは独特の雰囲気で高い知名度を誇っている。毎年120軒の屋台は設けられ、約10万人が訪れる。 レープ空ンを製造しているパン屋、シュルツェ1740年頃、隣町のディッセンからこの町にレープ空ンの調理人が移り住んだ。1827年、1830年、1861年にレープ空ンの製造会社が設立された。これらの企業が発展し、ボルクホルツハウゼンは現在でもレープ空ンシュタットと呼ばれている。ただし、 レープ空編の製造は衰退し、現在、レープ空編を作っているパン屋は一軒だけである。道路、ボルクホルツハウゼンは、市内を北西から南東に横切る、連邦道 B68 号線によって、広域道路網に接続している。市の南西から来る、連邦道 B476 号線は、オルデンドルフ地区で、B68 号線に合流して、終点となる。 連邦アウトバーン A33 号線は2001年以降、オルデンドルフ地区で終点となっている。オルデンドルフ地区は、特に B68 号線と B476 号線の交差点付近における交通量がかなり多い。ボルクホルツハウゼン駅鉄道、バスボルクホルツハウゼン駅とベストバルトハウゼン駅が、鉄道オスナブジックビーレフェルト線沿いにあり、1時間ごとに、 レギューナルバーン、ハラービレム RB75 が発着する。ボルクホルツハウゼン駅は街の中心から約3キロメートル離れた不便な場所にある。この間を2本のバス路線が結んでいる。平日の各列車は市内バスのピウムバスに接続する。このバスはベストバルトハウゼン駅にも運行している。このバスはオンデマンドバスであり。 電話で予約する必要があるが、駅での利用については、予約不要である。晴れ市との市境の晴れ側に、ヘッセルン駅がある。旅客鉄道交通は、最高速度時速 120km のタレントのディーゼル車両を使って、ノルトベストバーンが運行している。道路旅客交通については、晴れ行き、フェルスモルト行き、ベールター経由、ビーレフェルト行きの地方バスが運行している。 ボルクホルツハウゼンは、運賃同盟、デアゼクサーの領域内に位置している。オスナブリュック方面への利用者には、オスナブリュック交通会社の越境料金が適用される。徒歩、自転車オスナブリュックからパーダーボルンに至る、バーンダートルートトイトゼンネの別ルートがこの町の地域を通っている。遊歩道として、ライネトリッピシャー・フェルマーストーととを結ぶヘルマンスベークが、 トイトブルクの森の尾根を通っている。航空もよりの大都市ビーレフェルトには交通用の空港はない。このためビーレフェルトと同じ規模の大都市まで時間をかけていく必要がある。自動車で1時間から1時間半ほどの距離に4つの地方空港があり、これらから直接乗り入れることができる地域はかなり豊富である。ミュンスター・オスナブルック空港までは 約 50km、パーダーボルン、ディップシュタット空港へは約 80km の距離である。また、ドルトムント空港が約 100km、ハノーファー空港は約 130km の距離にある。印刷媒体日刊誌としては、ノイエベストフェリシェの提携誌であるハラー・クライス・ブラッドとベスト・ファーレン・ブラッドの地方版が月曜日から土曜日まで毎日刊行されている。 地方面以外の一般面は、ビーレフェルトにあるそれぞれの編集局で作成している。両紙は、地方面に、ボルクホルツハウゼンを含む旧ハレ群の記事を掲載している。また、日曜日には、ベスト・ファーレンブラッドの姉妹紙で無料の、アウル・アム・ゾンタークが刊行される。年に4回タウン紙、ピューム・アクトエルが、ハラー・クライス・ブラッドから刊行されている。 ラジオ及びテレビボルクホルツハウゼンは西部ドイツ放送ビーレフェルト地方スタジオの放送サービスエリアに属している。またベルターはローカルラジオ局として地域の報道を発信するラジオギュータースローの放送地域にも属している。市内にはラジオギュータースローが106.8メガヘルツで放送している送信局がある。市はボルクホルツハウゼン市民のために 様々なサービスを行う施設を運営している。まずは、都市行政、戸籍役場、建設、土木局、住宅補助機構、警察署などが入居する、市庁舎がある。この他に、公民館、2つの消防隊を持つ、消防団がある。消防隊は、ボルクホルツハウゼンと、ボルクホルツハウゼン駅にある、屋外プールもある。さらに、ボルクホルツハウゼンには、 牛スターロー群の北部全域を管轄する建設ゴミの収集場もある。本市には2種類の形態の学校を合わせて3校がある。基礎家庭が2校で、児童、生徒数約331人、教員数21人である。総合学校が1校あり、生徒数約1488人、教員数約120人である。総合学校は、 ボルクホルツハウゼンとベールターにキャンパスがあり、ボルクホルツハウゼンキャンパス部分だけの生徒、教員数は不明である。これ以外の学校については、近隣の市町村に行く必要がある。住民たちは、ボルクホルツハウゼンという地名の代わりに、ピアムという呼び方をする。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。フェッヒャーロゼッテ、ドイツ語、ファクエローゼット、半円形のロゼット模様ドイツ北部の木組建築の装飾に対応される。ありがとうございます。